東日本大震災被災地支援経理第84回スポーツ日本新聞社杯争奪戦チャレンジ優勝は埼玉96期天沼正樹選手でした。ただいまより天沼選手が入場します。大きな拍手を持ってお迎えくださいませ。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。埼玉の水が合ってますね。そうですね。北海道から埼玉に移籍してきて何回目の優勝ですかね。4回目です。4回目ですか。通算では5回目ということなので、北海道の時には1回しか優勝してないんですか。そうですね。そうですよね。皆様にね、北海道の方からですね、今川越ですかね。はい、川越です。川越の人間となって水が合ってるということなんですけども、今日は同僚のね、仲良しの丸山選手が行ってくれましたね。はい、いつも練習でも一緒にやってて、昨日も今日もお世話になって、丸山君のおかげで優勝できました。まあ、その丸山選手もなんとか2着にね、同着と言いながらも残ってくれたんでね、2人でワンツーが決まったっていうことなんですけども、これからの目標っていうのはどこにありますかね。これから7月から1、2班に上がるので、そこでも活躍できるように、また丸山君たちと一緒にたくさん練習して頑張りたいと思います。それでは最後にお客様にメッセージをお願いします。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとう。最後はですね、